こんにちは、まゆみです。今日は生徒が、革命のエチュードを弾いてくれるということなので、動画を撮影してみようと思います。これはクラスメートの M さんがぜひ A 君の、演奏を聴いてみたいというふうに言ってくれたことで実現することになりました。なかなかね、1対40の、授業をしていますと一人一人に光を当てるということがなかなか難しいんですけれども、今日はそれをやってみようと思います。よろしくお願いします。今日はこのショパンのこのパデルスキー版、今、ナショナルエディションはエキエル版というのを使っています。ショパンコンクールでは、あれをすべて使っていたんですけれども、ショパンはこの、エチュードというのを全27曲作っています。その中で24曲、作品10というのと作品25というのがあって、今日 A 君が弾いてくれるのは作品10の最後の終局12番の、革命というエチュードです。この革命のエチュードというのはどうして革命というかと言いますと、愛国心の強いポーランド人の、ショパンが、ロシアに攻められて首都ワルシャワが陥落した時の、苦しみや怒りや悲しみを、表したと言われております。言われているというのはどういう意味かと言いますと、伝記とか、歴史というのは自分が生きている時に自分が書くわけではありません。ですので、後世の人がそうだったであろうということでつけた名前ということになっています。はい、それでは、今から演奏してもらいます。はい、それでは A 君よろしくお願いします。今日突然言いましたので、ちょっと彼も上がっていまして、ちょっと若干ミスタッチなどもありましたけれども、いい演奏だったと思います。Today, my student plays it. Chopin's Revolution. Please remember it. See you!